いや、今日も明日も1年後もこれからずっと皆さんにこの会津山の神、そして私の門前仲町を、歌っていただけるようにこれから心を込めて歌っていきたいと思います。そしてこれからの目標としては、皆さんにとって親しみやすく、そして心の糧になる歌を歌えるような、そんな歌手目指してこれから一生懸命頑張っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。頑張れ。名前夏だよ。はい、わかりました。その声が、その言葉がいいから。わかりました。わかりました。やっぱありのままですね。レッツイッツゴー。はい、レッツイッツゴー。ありのままですね。あ、そうだそうだ、ここで3つお知らせがあるんです。